初めよりおしなべての上宮遣いしたもうべき際にはあらざり覚え糸やんごとなく上手めかしけれど割りなくまつわさせたもうあまりに去るべき恩遊びの折々に何事にも家あることの節々にはまずもう登らせたまいある時には大戸のごもりすぐしてやがてさぶらわせたまいなどあながちにお前もさらずもてなさせたまいしほどにおのずから軽き方にも見えしをこの見込まれたまいて後はいと心ことりを申し起きてたれば棒にも要せずはこの見子の痛もうべきなりこの見子の痛もうべきなめりと一の見子の女房はおぼし疑えり。でこの新しい巫女の母にあたるキリストの行為ですね、この方はもともと星なべての宮遣いありきたりの上宮遣い天使様のお身近くの御用、おそば近くの御用なんかはなさるべきはずの身分ではなかったけれども、あらざりきなかったのだと。つまり、キリストの行為という方は、今、天使様が格別の寵愛をなさるもんだから、もうしょっちゅう自分の身のそばに引きつけておかれて、そして、神兵のことまで、なさるようになっている。しかしそんなことは本来はもう少し身分の低いもののすることなんですね。世間の、その、ね、普通の奥様役とは違うわけですから、女房を好意というふうな形で仕えているものとしてはあんまり身近に引きつけておかれるためにむしろ身分の低いもののようなそんな扱いの感じになってしまっているわけです。それは帝の寵愛が格別だからなんですけれども、人々は周りの人々はなんとなくこう軽んじるようになってしまっている。覚え意図やんごとなく上手めかしけれど、天使様の覚えは。ように格別で、そして身分高い人のようにあるけれども、でも悪いなくむやみに身近に お引きつけ遊ばすために、しかるべき恩遊びの折々、遊びというのは、この場合は宮中での音楽を奏し歌を歌われること、天使様のご寵愛が大層格別であって、そのために上手めかしかれど大変身分の高い方らしい振る舞いでいらっしゃるんだけれども、キリストの行為はいらっしゃるんだけれども、でもむやみに身近にお引きつけ遊ばすあまりに、しかるべき宮中の恩遊びの折々に何事にも家あることの節々には何事につけてもこれという趣のある催しの旅ごとにまずもう登らせたまい、まずこの桐壺の行為をお呼び寄せなされて参上させなされて、ある時には大戸のごもり過ごしてやがてさぶらわせたまいなど、まただからある時には
大殿ごもりすぐして、天使が正式のお休みの場所に休まれることが大殿ごもるですね。で、この行為を引きつけて、ふっとうっかり寝過ごしておしまいになって、で、夜が明けてしまって、そのまま、やがてはそのままです。そのまま、またその次の日もおそばに引きつけて大きになる。さぶらわせたまいなど。あながちにお前さらずもてなさせたまいしほどに。無理におそばをさらずお扱いなされているうちに、おのずから軽き方にも名刺を。自然に人々の感じとしては、身分の軽いように見えたのだったが、この御子生まれたまいて後は、この王子様がお生まれになって後は、いとここのことにお申しを起きてたれば、大層格別に心を定めてお扱いなさるからして、で、棒にも要せずば、棒というのは東宮棒のことです。次の天使としての東宮にお立ちになることだから、ここから先はこの右大臣の女房の思いの中のことですね。自分の産んだ王子様が東宮坊にも東宮にもお立ちにならないことがあったら、それはこの御子の痛もうべきなめる、この新しい御子がお生まれになったから、いらっしゃるから、それでそういうことになるんだろうと、一の御子の女房はおぼし疑い、大教授の母親である右大臣家の女房はそんなふうに胸の中で大思い案じなされていた、あるいは疑い心配なさっていた。つまり次の行為まで、このご寵愛深い新しい王子、キリツボの行為の生んだ王子に奪われてしまうのではないかというふうに心配をしていた。こういう非常に大きな物語ですから、このキリツボの巻の発端、それはまず光源氏の誕生、出生を語っていくわけです。それからその母の薄明な様子を語っていくわけです。同時にそのライバルになってくるイエス児というふうなものも こんなふうに登場させてくるわけですね。こういうところが光源氏、源氏物語の非常に大きなスケールをすでに読者に感じさせるわけです。同時にそれは、この物語が今言いましたように少し時代を遡った時期の時代設定をしてあるわけですけれども、それだけじゃなくって、人々の心に日本の物語、神話というふうなものが持っている、いろんな過去の時代の物語の織りなす世界というようなものを連想させる、共通の記憶を呼び覚ましてくる、そういう伏線をも持っているわけですね。
源氏物語の語られている内容だけでも途方もない大きな、たくさんの人間の複雑なこう織りなす葛藤の世界なんで、 愛と葛藤の世界なんですけれども、しかしそれがまた日本の物語の伝統の中のいろんなこう折り目あるいは人の心のありようというふうなものをこう踏んでいってるわけ。ちょうど和歌が二歳二祖一文字の世界ですけれども、一種の和歌がことに平安朝あるいは中世なんかの歌になってくると、その一種の中に長い日本の和歌の伝統の背景の深さをこう引きずってきている。今の我々はそういう読み方がなかなか歌短歌の中でもできませんけれどね、古典の短歌を読むときにも。ですけれども言葉の一つ一つ、言語、掛け言葉、本歌取りというふうな、ああいう単純な表現技巧、言葉の技巧だけではないのでありまして、枕言葉というふうな世界から、あるいは言語、掛け言葉というふうなものが持っている中世の歌、中古の歌、中世の歌が持っている言語表現の上の技巧のように思われている、テクニックのように思われている手法も、実はもっともっと深い日本人の心の伝統の背景を持っているわけなんですね。一つの言葉が起こさせる連想、さらにその言葉と次の言葉とがつながって、そして起こさせていく、さらに広い連想の場、あるいは心の中に隠れている記憶のよみがえりというふうなもの、その和歌一つ一つが、言ってみれば言葉の、そして心のインデックスになっているわけ、作品になっているわけ。それがあるから枕言葉、言語、掛け言葉、あるいは本歌取りというふうな、ああいう表現の手法が、生まれてくる、生まれてくるというよりは共通の技法として深まりと広がりを持っていくわけなんですね。ちょうど物語もやはりそんなもんなんです。今の我々がこう個性ある作家が生み出した一つの長編小説、この小説の特色、この小説の独自性というふうな形で我々は現代の作品を見ていくわけですけども、そういう見方と源氏物語の読み方というものはかなり違った心の持ちようが必要なわけなんですね。ここまでにしておきましょうか今日は。